はい、こんにちは。ベルセンスです。最近、カミカミでちょっと喋ってしまうので、ちょっとビビってきました。本日、ヤフーオークションにて出品する商品紹介ですが、小室哲哉の暴露本、罪と音楽の商品紹介していきたいと思います。こちらの商品は以前より出品しておりました商品の再出品でのご案内です。なぜ事件は起こったのか、絶頂からの瞑想、転落、そして不要出、読み方違うな、の音楽家が過去をはぶみ未来を考察しながら逸らざる心中と変わらない音楽愛をすべて明らかにした奇跡を起こす再生の書。僕から音楽を取ったら何も残らなかった、書き下ろしエッセイです。裏の方、何も考えるな、生きながらにして死ね。その声はいつも頭の中に鳴り響いていた、というタイトルですが、こちらはですね、いつですかね、近くの地元の書店で私が新品にて購入いたしました。で、もう5年以上、もっと経ってますね。ちょうどこれが発売してた時に買ったので、まあ、そこから逆算すればわかると思うんですけど、だいぶ経ってます。で、もう本もね、もうかなりあるんで、どんどん出品かけていきたいと思ってるんですよ。で、私の友人では裁断をして、で、その専用のスキャナーで取り込んで、なんかデジタル書籍化していく人もいるんですけど、それするのも結局またコレクターに走っちゃうんかなとか思っちゃうと、結局、なんですかね、そういうコレクターみたいなのをこうもうやめていきたいなっていうことをやめる考えて出品してるのに、なんか本末転倒な気がしたんで、今現段階ではまだ裁断とかは考えてません。まあ、今後ね、またそのうち、まあ、おいおいやっていきたいと思います。で、第1章、奈落の底での出来事で、右でした、ここ右目次です。第5章から成り立ってますね。奈落の底での出来事。第2章が右肩上がりの奇跡。第3章、絶頂からの瞑想。第4章、後半についての初婚。第5章、小室哲哉の秘書。秘密。ひどい、この漢字の読み方の間違いは。年々漢字がどんどんね、読めなくなってきました。ちなみに漢字は、漢検が3級です、私は。3級で確かね、順2を受けた時に1回か2回落ちたんですよ。で、それでも漢字の勉強するのがめんどくさくなってきてやめました。で、まあ大体私生活には支障はないです。まああるんですかね、もう最近はやっぱりパソコンとかでも変換で出ちゃうんで、そんなに必要ないんですよ。はい。で、小室哲哉、ちなみにどういう人物なのか皆さんはご存知ですか？確かあれですよね、 TRF のメンバーであり、その前が TM ネットワークのリーダーだったような気がしますね。キーボードとあと作詞作曲担当などをしてますね。はい、小室、アムロ、山室、まあさておき、まあこの本もこんな感じで見ていくと、基本的に私はね、アンダーライン引かない主義なんですよ。アンダーラインをね、こう引いたりしながらね、ガリガリ本に落書きしたりするのは、やっぱりセンスが悪いやつがすることだと思ってるんで、昔言いましたよね、学校の先生とかで、アンダーライン引いてきなさい。でも、アンダーラインって、
自分が必要だって思うから弾くわけであって、相手に強制されて弾くって、いや、ありえないなって思ったんですよ。アンダーライン弾きなさい。ここは大事なとこなんで、アンダーライン弾きなさい。うざったい言葉でしたね。うん、弾くって何なんですかね。そもそも教科書って、あれじゃないですか。それぞれの学問の中で、なんて言うんですか、文部科学省が定めた社会に出て最低限のことを、最低限のことは勉強しとこうよってことで義務教育で、もう最小限に留めた内容なわけじゃないですか。つまりもう全てがもう大事なわけですよ。教科書に書いてるようなことは。もう知ってて当然ですよね。その中でアンダーライン弾くってなると全部弾かなきゃいけなくなってくる。じゃあもう結局弾かなきゃいいんじゃないのっていうことになるんで、弾く意味が感じないですよね。で、結局アンダーラインを弾いていないところもテストに出るわけだし、やってる意味が、じゃあ結局それはね、私の勝手に予想かもしれないですけど、アンダーラインを弾かせている時間を使って尺を伸ばして、それで自分の授業の時間をそれで取ろうとしてるんですよね。あれもありましたね。あの学校の授業とかで本読みをさせる先生、まあセンスの悪い先生ですよ。あの自分が授業で喋ったり、いい授業ができないので生徒にこう勉強をさせると、うん、でそれで時間稼ぎをして、あの授業を終わらせるっていう、よくいるんですけどね。まあ今まで出会ってきた中で、幼少中高大あんまりね、半分ぐらいはね大したことないですよ、先生っていう人は。まあ中にはね素晴らしい先生もいますけど、もうそれはね例外と思ってもいいぐらいなんですよ。基本的にあの大した先生いないです。本当にすごい先生はね、多分予備校のすごい有名な講師で、もう人気講師とかなってるはずなんで、結局ねもうね負け組の集まりがね来てるんですよ。はい、あなたたちもそうはならないように、はい、もちろん私もそうはならないようにしたいと思います。私もヤフオクの一出品者としてですね、そういう風にならないようにしたいですね。ということで、写真だけではなくこうやって動画でのレビュー、ちょっと商品レビューから話が逸れてしまいましたが、まあ、やっていきたいと思ってます。でもね、最近もともと商品紹介これ3分で考えてたんですよ。3分っていう尺はね、まあいろいろ理由があるんですけど、まず3分だとね iCloud のアップロードができるんですかね。で3分超えてくるとかなんかできないんですよ。で結局パソコンにつないで、で動画を送って、でパソコンから YouTube に送ってって流れを組むのが結局まあめんどくさいんですけど、まあ、仕方ないですね。でも最近はねもう3分をね余裕で超えちゃうんで、もういっそもうフリートークも交えて皆さんにお届けしようかなと思ってます。だこういう人だったら別に買ってもいいかな、こいつは悪い人じゃなければ別にいいかなっていうのが、まあそれもそれで大事かなって思ったりしてるんですね。まあ、私もですね、落札の経験において騙されたことがあります。でまあその話もまあおいおい、まあ聞きたい人がいればねおいおいしていきたいと思いますが、今日はもう尺の関係上そろそろ皆さんも聞き飽きてきたと思いますので、そろそろ終了していきたいと思います。あとは、この本面白かったですかなんて聞かれたらどうしようかな。もうね内容がねあんまり覚えてないんですよね。なんかとりあえず捕まって一応頑張りましたみたいなことが書いてましたね。ちょっと覚えてないですはい。ちなみにこの人のメンバーのあのギターの人、エアギターって最近なんか告白してましたよね。はい、ちょっと名前も覚えてないですけど、
まあそんなもんですかね。はい、まあ、とりあえずまあヒントとして言うと、小室哲哉のうちの一つ一文字が私の名前の含まれてます。はい、まあ、それぐらいですね。またまあぜひご入札ご検討ください。今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。